にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュンです。今回も単発実況シリーズ、ラッキーボーイをやっていきたいと思います。パート3、多分最終回です。ってことですね。今回はね、26話からね、30話までね、やっていきますね。26話からね、やっていきます。捨て犬、おねだり、めっちゃ噛んだ。犬が捨ててますね。どうしよう、どうなんやろ。熱出ちゃった。熱出たって、風邪ひいたんやね。わー、アンダーキーですね。どうすんだろう。なんかあんのかな。ごめんやけど。あれ傘もらえる。あ、濡れてる。なに？あ、でも、怒られるんじゃん。怒られる。なんだっきや。怒られんのかいな。面倒しよう。走れ。雷や。雷や。待って、なんか開ける、いける？あれ？穴となってる。スマホ。これ、誰に電話しようかな。じゃあまず、おじいちゃんに電話しよう。犬、いるんだ。やったー、よかった。おじいちゃん頼むかな。いけた、やったね。次、CM。よし、じゃあ次行きましょう。27ステージ。テスト、100点満点。算数テスト、10時から10時45分ですと。消しゴム、落としてる消しゴム。すいません、先生。すいません。ありがとうございます。寝ちゃってるやん。幽体離脱してんの。あれなんかみんな。あれみんな。いけるこれで。2点 !40 点以下は残りって。2点。ひどいってか。じゃあなんだ、これでやってみる。2点ダメだ。アンラッキー、2点。じゃあこれにしよう。2点や。あれ？ 2 点ばっかやん。なんかゲットできた。これ。おー、賢くなった。あれ？あかんでしょ。0点、あれ？じゃあダメや。だから、魂をあれすんのか。3個あるから。変わる。なんかできるよね。じゃあ飛行機飛ばす。0点は、あれってか、2点って、あれ、なんか2点の0点があるやん。なんだその違いは。CM。じゃあこうしてみます。50点。でもなんかテヘペロしてるけど、セーフ。普通か。なんだろう。ごめんよ。テストの回答。
ね。でもこれでこうしちゃうとね、すいません先生、で取っちゃうもんね、でこっち行っちゃうもんね、違うってことだよね、同じなのに飛ばす。戻ってきましたなんですよ。これで消しゴム落とすんかな。あ、でも落としてもあれやな。で消しゴム拾ってもらえるけど、余った落としちゃった、多分違うんだよね。あとできるんはここなんか連打とかか、連打してみましょうか。え、なになになに、あ、嘘、連打か、連打がこう操作か、これで先生の頭にすると燃えてますね。いけー、やれー、レッツゴー。おおー、100点、おお、すごいすごい。なんかちょっとズルしてるけど次行こう、 CM。よし、じゃあ次行きましょう。28、スカイダイビング、8段。うわ、落ちてる。あ、なんか取ってる、ちょっとなんか風呂敷、あ、危ない危ない、これなんか我慢、あかん。ダメだ。なんかいろんなもんある。え、なんか違う、何、罠、ロープ風呂敷。あ、やばい、あ、どうしよう、なんか、あ、飛び降る。あ、天使の羽。よし、飛んでけ。飛んでて。あー、いいんかこれは。あ、天国行った。あー、ダメなのか。ダメか。てか、この上なんやろ、これ、あ、罠取れるやん。いやー、これも罠やろ。で、風呂敷とか取って、あー、なんか出てた。よし、行け。飛んだ。よし。ん？行ける？おー。おー、よかった。おー、無事やね、無事。よかった。てか、勘が当たった。やったね。次行きましょう、CM でーす。よし、じゃあ次行きましょう。29、ハピコバレンタインデー。わーあれ。人気ないじゃん。あ、お腹すいた。あ、チョコ食べたよってことね。こっちは、あーっと、なんか、そわそわしてるよ。ほら、あー、でも、あ、行かれへんのね。あらららら。アンダッチでーす。カーテン開いた。あれ？この子もらわれへんのね。隠れてる？なんか。あら、なに？隠れてる。あ、ヒゲついた。なんか隠れ、なんかもらえ、あ、なんかあるやん。あ、なんかカレー食べた。あ、辛い。垂れた。アウト。ハザキです。あ、もしかしたら、じゃあ、人気の子に、あれするんかな。人気の子に、あ、ほら。やっぱ、人気の子に食べさせたら、もしかしたら、あれダメ？カレー食べる？あれ、カレー、美味しいカレー食べます？あれ違うもんね。あれ、これカレー食べようよ。あかん、君が食べたらあかん。あー、ごめん、間違えたわ、ごめんね。間違えまくったわ、ごめんよ。ちょっとやり直す。はい、ということでね、戻ってきました。ね、なんやろう。カレーこの子か。違う。なんか、あんな、中にカレー押し込ませるかない。こうでどうなんやろうね。ヒゲついたよ。嘘。ダメな。ヒゲついたのにダメな。多分 CM なのよ。もう一回あれします。よし、ではね、やっていきます。多分ですけど、このヒゲをつけるのは正解と思うんですよね。他、あ、まあ、またメガネ取れる。てか、隠すの？
なんか、あ、帽子も取れる。あ、じゃあ、メガネかけさせ、メガネかけさせて。ヒゲもかけさせたら、離れた。あれ、あかんやん。ダメじゃん。え、じゃあリトライしよう。CM。もしかしたら、帽子かぶるとか。帽子かぶ、あ、かぶれるやん、やっぱ。で、こうして、こうしたら、みんなおらんくなるけど、あかんか、帽子かぶってんのに。帽子の力、帽子の力は、わー。はい、ではね、やり直しでーす。多分、ヒゲを、あれすんのと、で、メガネ取んのと、帽子取るのあってたもんだよね。で、帽子かぶって、グーってなってるもんね。あ、わかった。メガネかけて、ヒゲあれするでしょ。で、あーでしょ。で、お腹鳴ってるよって、ほら。ほら、お腹鳴ってるアピール。お、くれんの、あ、嘘。ウィーン、ありがとう。てか、お腹鳴ってるだけやのに。あ、よかったね。CM。よし、じゃあ続きましょうか。だから、腹ペコバレンタインデーだったのね。次、30、出会った宝箱をめぐって。おー、ファイナルクエストとか言ってますね。なんか、タッチで、あ、絵の具もらえますね。あ、なに、あ、ヌライム。世界で一番弱いモンスター。たまに珍しいお宝を持ってることがある。メスに弱い。メスに弱いんだ。あー、いけるんだね。これはダメ。あらー、危ない、嫌な感がする。あ、湧いた。あー、いけ。萌えも持っていけるんだ。あとなんかもらえるもんない。もらえない、なんか。もらえないか。あー、なんかスライムがやめた。おー、なにこれ、どうしよう。合成する？で、レピを持っていません。道具。ぬぬった液。仲間呼んだ。しかし、誰もいなかった。しかし、ヌライムは仲間呼んだ。ヌライム B が現れた。残念。どうすればいいんだ。トライ。てか、なんか、メスに弱いって書いてるから、あ、なんか危ない、押しちゃった。メスに弱いんだね、多分。だから、あ、なんか、あ、なにこれ、あ、なんかアタッシュ。で、ちょっと、これも沸かす。あ、てか、だからさっきは、この、なんか、洗剤持っていってなかったからね。じゃあ、これで、プレイかな。いけ。ヌライムが現れた。あ、なに、あ、なにこれ。ヌライムの主成分、ぬぬった液。洗濯洗剤、お湯、色。あ、これ、覚えよう。うん、覚えた。やった、覚えたぞ。あー、これで、ぬぬった、あれ、待って、ぬぬった液って何？ぬぬった液って何？あ、これ？道具。あ、使う。あ、何も来らなかった。え？違う。あ、よかった。これゲットしたね。で、ぬぬった液。あれ？あ、よし。で、洗濯洗剤。お湯。で、色。だから、多分、なんか、メスの色がピンク色やったから、このピンクの、なんか、やつ使うんかな。あ、合成可能です。さ、これで、おー、あ、やった、メスが誕生しましたね。これで多分、なんか、これ置く？あ、置いた。お、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 おー、やった。やった。やったー。なんか、結構早い段階でクリアしましたね。やったね。クリアー。やったきー。やったねー。で、これで、CM。さ、あれ？あ、まだあるやん。はてな、はてな、はてな。お！最終話、ダッキーは突然に。おぉ。お？ 31 話とか出ますね。あー。おっと、結婚式？お？あー。なんか知らん間になんか10年、あれ？結婚あれやね。よし、ではね、ちょっと音が。
大きかったので、ちょっとね、文字を下げてやっていきます。袋とかおるけど、なんかここでワンワン言ってるから、あ、バラですね。で、なんかもらえるもんないかな。あ、ヘビおるわ。あ、袋、わー、飛んでた。わー、飛ばされた。お、あ、バラ2本目。あとは、あ、3本目のバラですね。これでなんか作れるとかない？なんもないか。これどうする？え、あと、あ、1本あるわ。もしかしてこの花集めんのかな。あと1本ないけど。おー、ベルさん、おー、出てきた。あ、5本なったよ。あー、バラのブーチができたよ。これあれか、もしかして。ああ、持った。あのね、なんちゃら。嘘。ナッチー、なんでちょうど。笑ったね、おめでとう。あれ、あ、飲めないやん。ああ、もしかして、渡すの？おー、サンチュー、ああ、うまい、ありがとうございました。ああ、てことだよね。CM でーす。わ、ああ、新たな恋が芽生えた。ってことでですね、全3パートに分けてね、お送りしました。まあ、単発ミニ実況シリーズってことでね、第21弾ってことで、このね、ラッキーボーイをやってみました。ってことでね、もしかしたら、こういった脱出ゲーム系、またね、やるかもしれませんってことで、今回のパートも最後に見てくれてありがとうございました。ってことで、また次回の単発実況シリーズでお会いしましょう。ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。トイキャス、ミラキブ、ミルダムで生配信やってるので、もしよかったら遊びに来てください。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は真ん中のチャンネルアイコンをクリックかタップでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。